1978年のロードレース世界選手権1978年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第30回大会である。1978年のグランプリシーズンは大変な熱気に包まれてスタートした。ディフェンディングチャンピオンのバーリーシーンの人気は今や最高潮となっており、これまでになく多くのメディアの目がロードレースに集まっていた。 アメリカからやってきた未知数の挑戦者、ケニー・ロバーツの存在も、マスコミの熱狂ぶりに拍車をかけていた。シーンは開幕戦のベネズエラを勝利で飾り、順調なスタートを切ったかに見えたが、シーズン序盤に、ウイルス感染という、思わぬ伏兵に苦しめられることになってしまった。シーンのチームメートである、アメリカ人のパット・ヘネンも、また、序盤の参戦で二回の二位に加え、スペインでは、 勝利を飾るなど、好調さを見せていたが、グランプリの合間を縫って参戦した、マンシマ TT レースでのアクシデントにより、頭部に重傷を負ってしまう。この怪我によって、将来有望と思われていたヘネンの、レーシングライダーとしてのキャリアは、突然絶たれてしまうことになった。ロバーツとシーズンを通して、ウイルスに苦しみながらも健闘を見せたシーンによる、 タイトル争いは最終戦の西ドイツ GP までもずれ込んだが、ロバーツが真の目の前の3位でゴールしたことにより、ロバーツのフル参戦1年前での初タイトルが決定した。これは同時に、アメリカ人が初めて 500cc クラスのワールドチャンピオンになった瞬間でもあった。川崎のコークバリントンは 350cc と 250cc という2つの激戦クラスで、 ダブルタイトルを獲得した。これは1967年のマイク・ヘールウッド、1976年のウォルター・ビッラに続く快挙であった。エウジー・ニョラ・ツァリーには MBA のマシンで 125cc クラスタイトルを獲得した。若きスペイン人リカルド・トルモは全7戦中5勝を挙げ、ブルタコに 50cc クラスのタイトルをもたらした。ありがとうございます。